ホテルメトロポリタンエドモントは東京都千代田区飯田橋3-10-8ののにあるシティホテル。経営は JR 東日本グループの日本ホテル株式会社。日本国有鉄道が51.2%、西武セゾングループが31.1%など出資して株式会社ホテルエドモントを設立。同社が飯田城駅前の国鉄感謝跡地を再開発し、 1985年6月30日にホテルエドモントを開業した。会員制を導入し、固定客の確保に努めた。飯田町駅ではエドモン村県の配送を扱っていたことから、名称や建物の外観カラーはエドモン村県から取り入れられたものである。本館はホテルメトロポリタンの半分の規模であるが、 開業時の統括料理長として当時日本人で唯一ミシュランガイドで三つ星を達成していた中村勝弘を招聘し、イーストウィングゾ築地区までは会食分野に重点を置いた運営を行い、食のエドモントとして知られていた。国鉄分割民営化後は東日本旅客鉄道に経営権が承継された。ホテルメトロポリタンが2003年度まで、 東武鉄道との共同経営であったことや千代田区に立地していることから、同ホテルや東京ステーションホテルと並び JR 東日本ホテルズの機関店の位置づけに置かれている。また、各種利用料金が優遇される会員組織エドモントクラブが存在する。もともと東京メトロ東西線上車で東京ディズニーリゾートの下車駅である。 浦安駅へのアクセスが容易で、東京ディズニーシーのオープンにより、宿泊需要の拡大が見込まれたことから、2003年3月27日に、JR 貨物飯田町駅、跡地及び、周辺の再開発事業である飯田町土地区画整理、事業アイガーデンエア内にツインルームを中心とした、新館、イーストウィングを増築をオープンし、家族連れやグループ客の宿泊利用に応助するようになった。 同時に、ホテル名を原名称へ改め、メトロポリタンホテルズのカテゴリーに組み入れられた。客室数は、本館、イーストウィング合わせて665室ある。1999年にリートインを併設した、ベーカリーショップ、カフェドエドモントを、j r 飯田橋駅、東口コンコースに出店。その後、エディ、エスブレッドの店名で、特内の駅の中に展開している。 2014年に子会社のメトロポリタンフーズに事業場としているが、名称は当ホテル名が由来となっている。また、エドモン君という熊のシェフの姿をした当ホテルのマスコットキャラクターが存在する。ありがとうございます。